こんにちは。はい、こんにちは。京都の能楽師、松野さんと私オペラにドイツに住むオペラ演出家ツリアンナ悦子でお送りしている能とオペラ対談です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらは、毎週の木曜日に、松野さんの YouTube チャンネルから、そして日曜日に、私の方の YouTube チャンネルから配信しています。そして、両方の、音声をですね、松野さんは、FM ラジオの、何でしたっけ、スタンド FM。スタンド FM。はい。私の方は、ポッドキャスト FM なので、Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、Spotify、その他、10社ぐらいから、配信しておりますので、皆さんのご都合のいい方で、聞いていただけていただけたら幸いです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ですね、2月に入りました。今、録音してるのが2月に入ったんですけども、2月といえばですね、最近ドイツ のスーパーとかですね、パン屋さんとかにですね、丸い形の穴の開いてないドーナツをね、いっぱい見るんですよ。穴が開いてない、はい、季節もの、そうそう、季節もので、ドーナツ穴が開いてないんです。ちょっともういきなり、はい、その写真を見せますね。あ、ごめんなさい、松野さん、ステアスクリーンができない。あ、はい、ちょっとお待ちください。はい、はい、できた。まだできないです、ごめんなさい。まだできない。これでいかがでしょうか。ありがとうございます。ですね、見えますか、ちっちゃい。はい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 、こういうやつです。ミスタードーナツとかでも売ってると思うんですけど、売ってますね、売ってます、売ってます、うん、中にね、いろんなジャムが入ってたりとか、クリームが入ってたりとか、はい、いろいろこうバージョンはあるんですけど、はい、これを、みんな2月にね、食べるんですよ。で、このクリス、これね、なんで食べるかっていうとね、カーニバルのシーズンに食べるお菓子なんです。シーズンものなんです、こっちで。で、カーニバルっていうのが、今年は2月の16日で、リオのカーニバルとかと結局同じです。これキリスト教のお祭りお祭りです。はい、日本リオも2月にシャハルですね。うん、2月ですね。おお、はははは、はい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 。で、これね、日本語で言うとシャニクサイって言うんですけど、で、このね、カーニバルの時期にいっぱい飲んで食って飲んで食っていっぱい遊んで、で、ここから、カーニバルが終わった次の日から、次のイースターが始まるまでは断食をするっていうのが元々の、キリスト教の古い、歴史であるんですよ。うん、だからラマダンみたいなもんですね。ラマダンみたいなもんです。キリスト教のラマダンみたいなもんです。今は結構こうお肉だけ食べないっていう人がいたりとか、あとはこう最近の現代バージョンで言うと、お酒はこの時期飲まないとか、タバコはこの時期吸わないとかって言って、こう何かしら自分にこう規制をかけて、この、イースターまでの時期、はいはいはい、こうちょっとこう頑張るっていうのが、こうキリスト教関係の国の話。そのシャニクサイとのシャっていうのは感謝のシャ。そうです、感謝のシャにお肉の肉にお肉。はい、ほう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 、はい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 、いっぱい食べるんですよ。それでカーニバルは、まあ、みんなリオのカーニバルでお花つ、おは、羽つけてこう踊ったりとかするじゃないですか。こっちはね、そういうことはなくて、ドイツは一番カーニバル のパレードとかをするのは普通だとケルンが一番強い。今年はもちろんコロナで全然ないんですけども、普通だとカーニバルの、マーチは、ケルンが一番有名で、皆さんね、いろんな格好に着飾って。なんでしょう、僕の、まあ、これみんな知ってるっていうんだったらあれなんですけど、僕は、リオは知ってます。リオのカーニバルは知ってます。ただ、そのカーニバルがそのドイツにあるとか、なんとかっていう話はあんまり聞いたことないです。あ、そうですか、そうですか。そうです、そうです。いや、どこにでも、その元々の話はちょっと置いといて、僕がカーニバルという言葉で連想するのはリオのこんなやつですよ。
こうリオのこんなやつはまあリオで、国によって少しずつその祝い方が違って、ドイツの場合は仮想大会状態になります、その日。それはそうよね。ドイツなんかもう極寒ですやん。この2月なんか。うん、極寒です。で、極寒。なんかこの極寒ビキみたいな格好で。できない、できない。無理無理無理。で、この中ね、いろんな面白い格好して、着飾って、ちょっと歩いてます。うん、へなんかね、あれみたい、10月31日のハロウィンバージョンみたいな、あドイツのハロウィンがなんかこう映った感じに私は思いました。ウィーンはみんなそういう変な、そのちょっと面白い格好とかはしないんですけども、この時期が武道会シーズンなんですよ。はい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 。このね、カルバルの日まで、1ヶ月、カルマの日から前合わせて1ヶ月間ぐらいが、武道会のハイシーズンで、この謝肉祭が終わったら一応こう喪に服さなきゃいけないんで、何もしなくなるんですけど、もともとは、まあ、たまにそれでもなんか武道会開催するところあるんですけど、大体の武道会はこの時期にやるんです。で、オーストリアの武道会で一番大きいのはオペラ座の武道会なんですけど、このオペラ座の武道会は必ずそのカーニバルの日の夜にやるんです。ほー、へー、舞踏会って、あれですよね、前僕がワルツ踊った、ああいうやつですよね。はい、そうです、そうです。うん、それとそのカーニバルが、まあ、なんていうか、一つのこう、同じくくりみたいなもんになるわけです。同じくくりみたいな、要するに、まあ、そのパーティーをしようみたいな、みんなで楽しく騒ごうっていうのが、まあ、こういうアイディアだとして、オーストリア人の楽しみ方っていうのは武道会みたいな、うん、で、こう 南アメリカだったら、こうみんなでこうサンバ踊ろうみたいな、多分そういうふうにこう流れが変わっていったんだろうなと思います。で、ドイツのその仮装しようっていうのはちょっと新しい、最近の流行なだけで、もともとのトラディショナルではないんですけど。それは、ヨーロッパ、はい、ニューヨークはないんですか？ニューヨークはね、カーニバルをね、あんまり聞かなかったですね。でもニューヨーク、アメリカもキリスト教ですもんね。基本的にはキリスト教ですけれども、もしかしたら都市によって違うかもしれないんですけど、私がいたニューヨークは、キリスト教ベースなんですが、ユダヤ人もすごい多いし、イスラム人もすごい多いし、とにかくニューヨークはこう移民のるつぼで、意外とユダヤ系 の、 お休みの日をお休みにする会社が多くて、お店が閉まったりとか、結構そういうことが多くて、はい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 、キリスト教は、まあ、もちろんクリスマスとかそういうのは、イースタークリスマスとかはありますけど、カーニバルの時はあんまり大きなパレードとかは見なかったですね。ちなみにちょっとそのさっきの話、イースターって何ですの？イースターっていうのはキリストが、お墓の中から出てきて復活した日です。復活祭というやつ？はい、そうです、そうです。はい、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 はい。は何しますの？ですね、イースターはですね、みんなでですね、ラムを食べる。卵を、子供は卵を探すとか、そういう遊びがあって、要するに復活祭なんで、キリストが蘇って神様になった日なんですよ、要するに。で、まあ、いろんな、まあ、教会に、本当にね、ちょっとクリスマスとちょっと似てて、みんな教会に行って、教会でこのイースターだけに聞く曲がある。例えば、ハレルヤとか。ハレルヤ、あれはイースターの曲なんですよ。ほう、うん、神、キリストが生き返った、復活したっていうお祝いなんで、あれはハレルヤはもう本当イースターの曲。へえ、うん、いや、ね、でも全然不勉強で申し訳ないんですけど、そういう、例えば、まあ、イースターにしても、うん、そのいわゆる復活祭にしても、その僕にとっての情報がですな、はい、昔あった、うん、フレンズってドラマ、あ、はい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 、ありましたね、うん、ニューヨークに男女何人かがこう、うんうんうん、友達同士で
あのルームシェアしたりとかする。あれでよくあのなんかあの復活祭やからどうたらこうたらって言って、なんかあの結構なイベントごとになってたのよね。でこれは一体何なんやろうと思ってたんですわ、ずっと。だからそれくらいのレベルしか知らんので、あの何かがあるのは分かってたんやけれども、でもなんかあの ものすごいイベントですよ、向こうの人にとってみれば。イースターは、キリスト教徒にとっては非常に大事な日ですね。あの、ね、あのクリスマスが要するにキリストが生まれた日でしょ。で、イースターっていうのはキリストが生き返るというか、その死んだのがあのこう蘇って、その後まあ天に移されるんですけど、うん、その蘇った日なんですよね。で、そのイースターがあるから、はい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 、蘇って天に召されるの？ね、要するに彼あのこう十字架に貼り付けになってキリスト死にますよね、はい、死んでお墓に入れられて、はい、お墓に入ってたんですけど、いきなりお墓が出てくるんですよ、はい、みんながお蘇ったっていう日がそのイースターの日で、そこから40日間かな、あの、はい、こうまたこうこの街を歩いて自分のこう悟しをして、で最後帰っていくっていう。あ、そうなんだ。はあ、はあ、なるほど。なんかもう あまりにもキリスト教についてよく知らないな。あ、そうなんですね。そうですね。なんで、はいはいはい、あのそのそれをキリストが生き返ったことを信じることで、キリストが神だっていうふうに、まあこうそういうことでキリスト教って成り立ってるんで、うんうんうん、この日は実に非常に大事で、こうヨーロッパとか、まあアメリカとかもその、あのキリスト系の国です と、イースターはやっぱり家族みんなでお祝いをするんで、みんなで集まってっていう感じですかね。それであの、キリスト教って結構こうお供え物を貢ぎ物というか、うん、あのするんですけど、それがラムなんで、昔は生のラムを自分の代わりに生贄として捧げるっていうことが多くて、まあ、それの意味があってラムとかを食べたりとか、あとはまあ卵っていうのがその復活とか生まれるとかいう意味があるんで、それでその卵が非常にそのイースターの時期のシンボルになっていて、イースター前になるとこう卵を木にこうあのかけて飾ったりとか、エッグの周りにこう綺麗な絵で色で絵を描いて、殻だけをね色を描いてとか、あのなあのゆで卵にして殻に今度色つけてその卵食べたりとか、あのいろいろそういうのがあるんですけど、なんかすみません、話が ずっとこっち、はい、それのための前段階のカーニバルですね。カーニバルが、はい、もうそろそろですっていう話。あのドーナツを食べるんですよね。あれなんか意味があるんですか？ドーナツはね、なぜ食べるのか実は私も知らないんですけど、多分これもね、戦後だと思います。あのアメリカとかから来たあのモダンなあのだとあのなんだ風習っていうよりもなんか、うん、最近来たっていう感じだと思うんですけど、あのこのね名前がね面白くて、この話ちょっとだけお話ししたいんですけど、ドイツってあのドイツ語っていうか一括りがあるんで、ドイツ全部同じ言葉じゃないかと思うと思うんですけど、結構ね北ドイツと南ドイツと使ってる単語が違うんですよ。で、あのさっきのあのドーナツを私たちのこの南ドイツとあとオーストリア、うん、私が住んでたウィーンとかだとカープフェンって言うんですよ。カープフェン、うん、だけどあこれもね写真があるんでちょっとそれもお見せしよう。そのどこの地域でどういうふうにしゃべるかっていう単語がいろいろあって、うん、見えます？あのこれドイツの地図なんですけど、はい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 、ドイツの地図でですね、はい、まあ、ドイツってこうウニウニウニ、真ん中はフランクフルトとか書いてあるんですね。はい、そうですフランクフルトってなってて、私が住んでるミュンヘンはこの一番下。おはい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 、はい、でこの黄色いこの辺のあたりと、まあ、オーストリアはこの先にこっちにつながっていくんですけど、この辺が、うん、クラッフェン、クラッフェンでしょ。で、このね、うん、緑のあたりがベルリーナーって言うんですよ。ベルリン人みたいな意味でベルリーナーって言うんですよ。不思議なこと、うんうん。それで、このフランクフルトのこの赤いあたりがクレッペルっていう名前で言ってて、
で、このベルリンのあたりの人は何て言うかっていうと、プファンクーフェンって言うんですよ。うん、もう全然違う言葉で、その一つのドーナツをドイツの中で話すっていう。うん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 。はい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 。しかも、プファンクーフェンっていうと、うん、こっちの私たちのこの辺だと、プファンクーフェンは、あのパンケーキ、うん、ホットケーキみたいなのを言って、こっちの人たちにプファンクーフェンっていうと、さっきの ドーナツになる。同じものを違う、うん、同じ言葉で違うことを言ってたりとかするんで、結構こう伝わらないことがある、この北ドイツと南とっていう。ほう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 。それは何なんですか、このドイツが、分かれてたから？ね、ドイツって共和国なんですよね。もともと小さい国がいっぱいあって、ドイツっていうのが統一されたのって本当に百何十年前とかそれくらいなんですよね。ほうほうほう。それまではこう一人一つの独立国が固まっていて、でそこごとに、ドイツなまりがあったんで、地方ごとに結構こう言葉が違うんですよ。ほう、なるほど。ほうほうほう。だからですね。ほう。ほほだからね、まあ、日本でももちろんそれは、ね、東北と九州とでは言葉が全然違うますけど、ものが、うん、ガラッと違う言い方するんかな。なんかその、何かがなまっているみたいな、どう例えばドーナツはあれやな、なんだろう、そのまあ例えばお餅、うん、がそのイントネーションが変わって、うん、違う言葉にみたいに聞こえるかもしれへんけど、お餅が例えばなんかこう北の方じゃまた違うこう名称で言われてるとかってあんま聞かないですよね。単語はちょっと分かんないですけど、でも言葉随分違くないですか。でも京都の言葉と京都でだってこんばんはってなってますよ、うん、例えばこんばんはって京都でなんて言うんですか。こんばんは。おばんでやんすとか言わないんですか。言わない言わないの。それはね、それはね、まだ全然また違います。あ、そうなんですか。京都も結局僕らが使ってる京都の言葉と、うん、花町、祇園とかが花町で使ってる言葉とちょっと違うんですよね。ですか。そうなんですわ。だからその祇園町の言葉は僕ら使わないです普段。ああ、そうなんですか。そう。ああ、でも大きにとかは言うんですか。大きには言いますね。大阪。あ、大きにってどういう意味ですか。ありがとう。あ、うん、どこ行ってもなんでしょうね、ご飯を食べて店から出るときは大きにって言って出ます。ああ、それありがとうございましたという意味なんですね。そうなんです。だからなんか海外でも割とお気に入ってて出ます。おお、ね、レジこうキャッシャーでこうお金払って、うん、お気に入ってて出ます。で、まあだからその癖かなんか知らんけど、大体こう、まあ、海外、まあ大きには使わへんから、海外行ったらサンキューって出ますね。ああ、何か 言って出るっていうのが基本です。うん、いや、サンキューはね、言っても全然いいと思うんですけど、でもこれ、大きにとありがとうっていう全然違う単語じゃないですか。これ、外人に言ったら違う単語、ね、違う言葉が。違う、うん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 、確かにそうですな。うん、それと同じことか、そうかそうか。そういう感じ。はい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 。という感じで、今日はちょっと。オバンデヤンスは使わないですよ。オバンデヤンスってみんな言ってんのかと思ってました。これは使わんね。オバンデヤンスは使わんわ。うん。それは使わん。でも、おはようございますわ。おはようございます。なんか他に言い方ないですか、京都で。おはようございます。うん。あったっけ。なんか挨拶の言葉が全然違うなと思って、まあ、素敵だなと思ってるんですけど。いや、おはようございますないあったかな。いや、分からないです。その使ったことないです。あ、そうですか。おはようさんどうぞとか。
おはようさんは使いますね。おはようさんは。おうん。さんはよう出てきます。あ、そうなんだ。うん。あめとか言いますよね。あめ玉のことあめちゃんとか言いますよね。あめさん。あめちゃん。あめちゃんとかあめさんとか。ねえ、それもないですよね。東京じゃ。揚げ、お揚げ、お揚げありません。揚げ。油揚げ？油揚げ。お揚げさんですわ。あ、そっか。おもつくし、さんもつくんですわ。非常にお揚げに対して、こう、なんていうか、お揚げさんっていう。東京じゃ油揚げですか？もうなんか、もう そんなね、油揚げみたいなね、そんな中の、ダメです。ちゃんとお揚げさんっていう、おもつけて、さんもつけるっていう。お揚げさん何枚くださいとか、そういうふうに言うんですか？そうそうそう、だから、お揚げさんの炊いたやつとかね。ナッパとお揚げさんの炊いたやつとか。そうか。なんかね。違いますね。まあだから、そういう意味じゃ確かに違いますね。言われてみればそうですわ。と思います。いや、それが2月の16日。そうです。今年は2月の16日です。残念ながらカーニバルは今年は全然ね、できないんですけど、まあちょっとこのドーナツを食べるくらいはしようかなと思ってます。なるほど。はい。京都というか日本は節分が今年2月の2日なんで、うん、まあ確かに、豆を食べて、うん、巻き寿司食べます。ああ、巻き寿司もね。遠方巻き寿司。うん、そう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 、あ、そうそうそう、思い出した。なんかね、インタビュー、テレビ見ててインタビューされた人が、はい、鬼は外、福は内って言いません？はい。今年はコロナ外、福は内でとか言ってはったんですよね。コロナ外ってそうやけど、それもどうかなと思うでも福は内なんやと思って、福はね、うちに来てほしいですよね。そう、なるほど。今年はそんな感じで2月2日という感じでやっております。はいはい、また、季節柄のお話も聞かせていただこうかなと思っております。はい、わかりました。今日はありがとうございました。よかったら、いいねボタンと、チャンネル登録お願いいたします。お願いします。ではまた、失礼します。失礼します。